皆さん、こんにちは。ボンマーミキーです。今日はお誕生日プレゼントシリーズです。ハッピーバースデー自分。シナノスイートと、秋映えと、リンゴジャム、リンゴジャムいただきました。嬉しい、リンゴ、リンゴ嬉しい。シナノスイートは甘くてシャキシャキした食感が特徴です。酸味はほぼ感じない程度なので、お子様でも食べやすいリンゴです。秋映え、こうやって比較すると分かりやすいんですけど、皮の色が濃いです。とても濃くて、果肉は固めです。で、甘みと酸味のバランスがすごくいいリンゴです。秋前を初めて見た、食べたのは、25の時で、福島りんご祭りっていうのを当時住んでた町でやっていて、その時に買いました。で、次はね、このりんごジャム、ひゅひゃ、あの左手不自由だから気合い入れないと開かなくて。見て見て、ジャムね、市販のと形状が全然違うんですよ。開けた時びっくりして、もうスプーンでひょいって取ってパクって食べて、あ、リンゴみたいな、すっごいびっくりしちゃった。森山リンゴ園さんのジャムなんですけど、数が少ないみたいなので手に入れるの難しいかもしれないですが、この形状、ジャムの形状をびっくりして皆様にお見せしたく、ちょっと動画撮っちゃいました。こんな素敵なシナノスイート秋映えリンゴジャムのプレゼント、本当にありがとうございます。私はリンゴ大好きなので本当に嬉しいです。森山リンゴ園さんのホームページの URL 概要欄に貼りますので、ぜひご覧になってみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。